皆さんおはこんばんにちは。霊夢だよ。マリサだぜ。フランだよ。サナエです。今回で一応リクエストは全部消費できると思うぜ。まず最初に使っていくのはバスティオンだぜ。防衛だしちょうどいいな。それじゃ試合開始までカットするぜ。スナイパーがいるのか。これはここから撃つのはダメだな。あそこは偵察モードで撃っとくぜ。まだ穴で助かったね。反響か異常メーカーだったら今のでやられてた可能性がありますからね。マクリンも見えたな。割と遠距離から倒せるキャラが多くて困るんだぜ。後ろにリーパーが来るのか。弱ってたみたいで助かったね。敵が攻めてきたから戦闘モードになって倒しに行くぜ。やられちゃったな。二人倒せたからよしとするぜ。蘇生切れるのか。助かるんだぜ。ゼニアスタって火力が高いから遠距離での戦闘は避けたいんだぜ。どこからか一応隠れておくぜ。味方に被害はなかったみたいだな。やるなら徹底的に。割と偵察モードでも火力あるんですね。オフェンスには負けるけどそこそこ戦えるぜ。体力も少し高いしな。リーバはディフェンスマトリックスのせいで倒しにくいんだぜ。あの位置のマクリーはきついわね。死んだかと思ったんだぜ。多分攻めてくるな。これセンタリーモードで待ち伏せするんだぜ。よし、うまく決まったんだぜ。ラピトンサージ、いけるよ。アルティメットいけますよ。今のチャージで来られてたら危なかったかもしれないぜ。ちょっと回復しておくぜ。多分さっき倒した人たちが復活してるだろうしな。死なせない。ローが欲しいか。結構警戒されてるんだぜ。ちょっと今のは運がなかったね。タンク多くないか。完全にバスティオン対策でしょうね。ラインハルとかリーバが耐えてる間にフックが飛んできそうな感じだな。ロードホックのフックでセンタリーモードが強制解除されるからな。あんまり会いたくないんだぜ。ちょっとここはやりにくいかな。ちょっと引いておくか。前線もないしセントリーモードが使えないからな。ロードホックだけは倒したかったけどダメだったか。リーバが少し弱ってたみたいで助かったぜ。ラインハルトのフィールドが見えますね。できれば2点的に壊したいぜ。マーシーの回復が助かるんだぜ。それは無理だぜ。結構押し込まれてきてるな。なんとか追い返したいね。弾幕を張って敵を固めさせないようにしたいな。そろそろ本格的にやばくなってきたんだぜ。強気。
やっぱり直線距離が長いところはスナイパーの餌食なんだぜ。あ、ここ結構良さそうな感じがするぜ。うん、直線距離も長いわけじゃないし、いい感じだぜ。やられちゃったんだぜ。インフラサイドは助かるんだぜ。よし、エンジを倒したぜ。おっと、多分フックで掴みに来るな。やっぱり来たな。引いておいて正解だったぜ。とっておき。味方ナイスなんだぜ。弱ってる敵は逃がしたくないぜ。その位置気に入ったんだな。結構少年に味方がいるからね。不意を突かれそうだよね。ラインハルトが特攻してきそうだぜ。そうでもなかったぜ。敵が来ないと暇なんだぜ。おっと、ロードホップとラインハルトのコンボか。これは耐えられないぜ。ちょっと位置が悪かったな。これ回復のところでエントリーモードになるのもありかもな。よし、勝つことができたんだぜ。プレイオブザゲーム。次はサナエだったな。任せたんだぜ。任せてください。それじゃカットしますね。というわけでバリアを使っていきますね。サナイパーと相手にバリアが張られたのでバリアもいるみたいですね。ごめん。
ず味方と一緒に左から攻めていきましょうか。あ、バリア張りたかったけど間に合わなかった。このスタイ上に敵がたくさんいますね。逃げられちゃいましたね。あれ、ガレット移動したみたいですね。とりあえず環境は逃がしませんよ。左の方からテレポーターの起動音が聞こえましたね。やられてもいいけど壊せませんでしたね。俺の目から逃げる。ごめん。ちょっと場所が悪かったですね。いざ、防災を行こう。前線には着きましたね。さて、どうしましょうか。おっと、モルテンコは使われましたね。とりあえずチップ攻撃して壊しましょうか。天神のキョンの音が聞こえましたね。合わせます。よし、結構倒せましたね。左に敵がいますね。相手のデニアッサが必殺技を使いましたね。相手にタンクがいますし厄介ですね。全然倒せなくなるもんな。コスプレがスタミナになってるわね。なんとか相手のバスケオンを倒したいんだぜ。マジかよ、グラビトンサージ、いけるよ。リーパーたまりませんかね。できれば合わせたいんですが。溜まりましたね。アルティメット準備完了。よし、うまくいったね。打ち方始め。俺の目から消えた。ダメでしたね。
ケニアッタのせいで全くダメージが通ってないんだぜ。ケニアッタは強化で秒間回復量が100増えてるからね。多分バレッジでも削れないと思うよ。恐ろしいほどの回復量だな。というわけで今回はこれでおしまいですね。また別の動画で会いましょう。それでは。